ございます。こっちからは今日はありません。はい、フジテレビの方です。はい、はい、今日韓局長協議が行われているんですけれども、うん、パク・クネ大統領は年内の慰安婦問題の妥結に向けて意欲を示していますけれども、うん、日本側としても何かこの妥結に向けた前向きな希望というのは見出せている状況なんでしょうか。はい、本日15日ですが、日韓の局長級協議を行います。そして慰安婦問題につきましては、先の日韓首脳会談におきまして、本年が日韓国交正常化50年という年であることを念頭に、早期の妥結を目指し協議を加速するとされました。こうした首脳の確認指示に基づいて、局長級協議をはじめ、引き続き努力を続けていかなければなりません。両国にとりまして、極めて、敏感であり、そして難しい課題であります。よってこの見通しを申し上げることは難しいとは思いますが、両国首脳のこの確認を受け、こうした指示を受けて、ぜひこの局長級協議においてもしっかり議論してもらいたいと思いますし、両国の関係者は努力を続けていかなければならないと考えています。現状においては立場は平行線をたどっているのか、歩み寄りがあるのかという現状は、このですね、現状を一言で評価するのは、そう簡単ではありません。今まで議論を積み重ねてきた、こうした内容も踏まえて引き続き努力をいたします。産経新聞の前ソウル支局長の在宅起訴の問題なんですけれども、はい、17日にも判決の言い渡しが行われる予定です。はい、これに対して日本側から、韓国政府に対して何かしら働きかけは行っているんでしょうか。はい、ご指摘の点につきましては、これまでも、私自身も、ユン・ビョンセ、長官に対してさまざまな働きかけを行ってきましたし、日本政府としましても韓国側に働きかけを行ってきました。表現の自由、報道の自由、あるいは日韓関係、こうした観点からさまざまなレベルを通じて累次にわたり、こうした懸念を伝え、韓国側に適切な対応を求めてきました。判決、今の予定ですと17日に判決が行われると承知をしておりますが、引き続き時間は限られてはおりますが、日本側としましてはさまざまな機会を捉え、さまざまなレベルを通じて引き続き懸念を伝え、韓国側に適切な対応を求めていきたいと考えます。各社さん、朝日新聞安倍ですけれども、はい、アメリカと のホストネーションサポートですが、はい、前回はまだ交渉中というようなことでしたけれども、うん、現在の状況、交渉の状況は今いかがでしょうか。はい、今現在は交渉は続いております。しかし今最終段階に至っていると受け止めています。近く発表ができるのではないかと期待しています。よろしいでしょうか。ありがとうございました。すみません、はい、私もう一点だけ、はい、昨日すみません、はい、広島でもお話しされたと思うんですけれども、はい、G7 の外相会議の機会に、はい、他の大臣にも広島の平和憲法に気づいてほしいということをおっしゃられたかと思うんですけれども、はい、その趣旨についてすみません、もう一度お話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、昨日広島のにおける G7 外相会議の
会議の際に、この広島県広島市から推薦されているこの場所を視察させていただきました。その際に申し上げたことではありますが、世界の指導者に広島長崎を訪問していただき、被爆の実相に触れていただくということは、核兵器のない世界を実現しようという国際的な機運を高める上で大変重要だと認識をしています。このような観点から G7 の、 この外相に自然な形で平和公園、平和記念公園を訪問していただけるように、外務省において G7 外相会議のこの関連行事を検討をしていきたいと考えております。こうしたことを昨日も申し上げた次第であります。ありがとうございました。いいですか。はい。